自分で喉をかき破った出血性ショック死爪の間に皮膚片が残っておった間違いなく本人のものじゃわい傷の形も一致するえー、ええー、え直接死因が自殺ってのは分かってますよ分かっとるわい人為的にこういう症状が起こせんかと言っとるんだろ 背中が痒くてかきすぎて血が出ちゃうのとはちょっとわけが違いますからね。 分泌物から見て仏は極度の興奮状態にあったのは間違いないのでは乱闘になって興奮のあまり自分の喉を引っ掻き出したってことですか襲った連中さぞやどぎもを抜かれたでしょうな実はな大石 仏が武器にしたらしい。角材な砂粒とかガードレールの塗装編とかそんなのしか出んかったぞい。星の服の繊維とか皮膚片とかは出んかった。仏は犯人を殴っとらん。あるいは殴った角材を星が持ち去ったのかもしれんのなら、わざわざ角材なんて置いていきませんよ。全部持ってっちゃいます。<laughs> それもそうじゃの。 富武氏は結構体格もいいし、肌も焼けてるし、スポーツマンですよね。うん、そうだな。よく運動しとるようだの。 そんだけ体格のいい相手を取り囲んで押そうとしたら何人くらいいりますかねあアフそれは大石の方が得意だろうがアクタル時代を思い出さんかいだとすると 結構犯人は大人数だの、祭りで泥酔した4人以上のグループが怪しいとなるかの こっちもそこは重視しとる。徹底的に調べるつもりだが。あまり期待できんな。何しろ、過去にこんな例はないんだからな。期待はしませんよ。ですが結果を楽しみにしてます。おいさ課長が呼んでるっすすみません。ではまた来年お会いしましょう。おお、いいお年をの